現です。インポスターの方に脅迫します。はい、エロちゃんさん、てるてるだったら今日私たちちゃいますよ。おお、僕が殺しました。今回はしょぼすけさんのサーバーをお借りして、特殊ルールてるてる第三陣営を導入してゲームをやっていきます。こちらは、元を導入した特殊なゲームモードなので、通常では遊ぶことができません。追加役職てるてるについて、ゲーム開始直後1人が選ばれ通知がいきます。インポスターがてるてるになった場合は通常村てるてる掛けの状態に、クルーが選ばれたら試合にてるてるが存在する状態となります。てるてるの勝利条件は処刑されることです。処刑されると一人勝ちという状態になります。敗北条件はゲーム終了時生存、またインポスターにキルされることです。タスクを行うことが可能ですが、ゲームへの影響はありません。以上でてるてるルールについての説明を終わります。それでは動画を楽しんでください。てるてるじゃないか、てるてるじゃないかつクルーか、何しよう何しよう何をしよう、てんつてんててて、夜中じゃ友達寝てるし、テレビもすでに砂嵐、そうだわコンビニ行こうかな、ちゃんつちゃん24時間コンビニエンス、年中無休のコンビニエンス、防犯ゲサに任せますわ。あー怖いね、重なってんの。白青水色、白青水色、あーリアクター行きたくねー、リアクター行きたくねー、正直アルトさん来てるか、カメラ見ようっと。黄緑ピンクが上行って赤が下、アルトさんが上から登ってった、まあ、いいかリアクターやろ。みんなー早く、よしよしよし、それでいい。あれ助かないか、あ左上だ。ボタン押す前に終わらせたい。12345、あああれ待って、さっきなかったっけ。はいはい、はあ、はいはいはい、あレプチンさん最後カメラで見ました。じゃナビゲーション方面にいたの見ました。あー俺も見たかもしれない、もしかしたら。うん、O2 の中で亡くなってて、源さんが、リアクターになってる時薬草を捨てたのは、はい、多分僕と同じ心理で死体を発見しに行こうとしてたっていうところと、はいはいはい、で下から行きましたね、源さんはアドミン化の方向からストレージシールドナビゲーションの方向に行って、僕はカフェテリアウェポン O2 の方向に行きました。 O2 とウェポンに11ってあったので、どっちか死んでるかなと思って向かいました。はい、場所は O2 ですよね、はい、場所は O2 です、はい、で、レプチンさん赤色の死体だとするとリアクター直したの僕としょぼすけ、アベレージ、あと、はい、誰でしたっけ、もう一人僕です、アルトさん、アルトさんか、はい、この3人は、まあ、この事件には関与してないですね。あのしょぼすけさんが先さん、はいはいはい、色がです、はい、まエロちゃんさんが直前で、カフェテリアから、ウェポンからカフェテリアに来るっていうのをすれ違ってから私は O2 を発見したんですが、うんうん、そうですね、そこは間違ってないです。俺は O2 は寄ってなくて、直前で、O2 の通路通ってあそこをやってたのは確かに間違いないです、うん、タスクをやってたのは間違いなくて、でアドミン見に行こうとしてました。俺はセンターさんと通知があった時、自分視点の話をしていいですか。僕は初手右を行って、はい、ナビゲーションの修理も、停電中にナビゲーションの修理も行っていて、その時に慎太郎がウェポンの、うん、ピュンピュンやるやつをずっとやってたのは見てました、はい、で、僕はその後にナビゲーションの方に行って、タスクをやっていたんですが、慎太郎がナビゲーションの方に来て、なんか僕に近寄らずにちょっと待ちながら僕に怯えてる様子を見てたんですよね。その後にエロちゃんさんがナビゲーションの方でそのまま、うん、まあ、僕はその後は見てないですけど、とにかくエロちゃんさんがナビゲーションの方にいたのは見てたんで、容疑者かなって、慎太郎はちょっと違いそうだなって、その後シールドも来てたし、違いそうだなって思って、エロさん押してもらいます、スキップスキップスキップ、エロちゃんさん結構僕的には黒いっすね、エロちゃんさん、なるほど、会議ボタン、会議ボタンを連打していただいて、最後にそのためリアクターの十字路にいたんで、はい、今回は白で見てもらいたいです。砂ザメさんがリアクターの十字路か、見えなかったけどな正直。今ちょっとタスク終わらせよう、でマジリアクターのタスク終わらせたかった、反射神経ゲーム、しょぼすけ
ああこれエロさん言っちゃダメでしょそれ。つっていいともエロさん。はい、あれエロさんいなかったんで押しちゃいました。エロちゃんがリアクター行くの見えてましたね、うん、僕。そうですね、先に話させてください。可能性が、エロちゃんさんが本当に人間で、はい、全く気づかずにレポンでやってたパターンと、うん、テレテレで、死体を見て疑われたいからウェポンにずっといたパターンか、あーそうか、そんなのもあるんだな。インポスター、テレテレ、テレテレに見られたいインポスターかの可能性があって、うん、で今リアクターに向かったのを考えると、人間ではないことが確定しているっていう状態ですね。今の僕リアクターの上側を直したのは僕なんですが、プテラですね、プテラなんですが、はい、エロちゃんと一緒に行き、はい、僕は上行ってエロちゃん下行ってくるかなと思ったら、その真ん中で待機してたから、いや僕上行ってるの分かっとるやろって思ってる節はあったんで、その人間ではないことは間違いないっていうのは僕も間違いないと思う、賛成かな。でもこれですよ、つまり2分1ってことですよね。まあでもまあ、釣らないでペアで、うん、ちょっと待って、俺の話、あ、エラさん、エラさんどうぞ。したいんですけど、はい、俺押してくれって言われたから押そうと思って待ってたんですけど、はい、みんなカフェテリアから動かないし、そのメドベ側に行った人もいなかったから、誰か押しに行かないと負けるだろうと思って俺押しに行ったんですよ。で現です、インポスターの方に脅迫します、はい、エロちゃんさんてるてるだったら今日私たちちゃいますよ。おお、いやーどうする、いやそれいい作戦ですね。なるほどね。あ、もう入れちゃった、入れちゃった、僕入れちゃった、入れちゃった、いいのやっちゃうよ。いや、これはもう無視無視、プテアさんは無視ね。プテアさんすごいな、真剣に2分1ですよこれマジで。どうするよ。いやこれは釣らなくて、釣らなくて、釣るのはいなくて、ペア行動ですか。いや、プテアさんも人外だろうねこれ。なんで僕的にはスマガメさんは白目、ね、俺話していいですか。エロちゃんがテルテルだとしたらプテハシシンタロウがギシャイチ。俺話していい。あ、どうぞどうぞ、お願いします。どうぞどうぞ。いいや、ごめんなさい、押してもいいボタン、エロちゃん押してボタン押してもう一回押しましょう。じゃあエロさんが押してください。タスクは大丈夫なんで、はい、本当に入れてるし。じゃあ緊急タスクは、緊急タスクはやりに行ってもらってもいいですか。了解です、行きます。楽しい、なんだこれ。じゃあ僕がもう真っ先に向かう、何食わぬ顔でリアクターのタスクをやる。どうせリアクターでしょあんたたち、分かってんのよ。すぐに終わらせる。あ、間違えた、1、2、1。あ、もうやめて。はい、じゃあ、はい、リアクターさんの話を聞きたいです。聞くか、はい、僕にあのレプチンがやられたラウンドで、まあ、一番黒かったと思うので、はい、押してくださいっていう風にあのセンターさんから言われてました。で押そうと思って待ってたんですけど、緊急タスクになって、で周り見てたら誰も行かないから、俺行かないとなと思って行ったんですね。そしたらプテハシさんも一緒に走ってくれたんで、もう一人くらい誰か来るだろうと思って待ってたら、アルトさんが来てくれたんで、俺は押しに行くっていう最終目標を達成するために戻ったんですよ。押さなきゃいけないと思ってたんで、あのカフェテリアのボタン、うん、はい。だからそのちょっと怪しい動きに見えたかもしれないですけど、俺的にはそこ黒塗りされたくないなと思って。いや、その証言は嘘っすね、戻ってなかった、待機してたんで、それは嘘なんで、おかしいですよ。上戻ってたと思いましたよ、まあ、とりあえずそのリアクターのやつは置いといて、あれじゃないですか、うん、レプチンさんのキリについて考えた方がいいんじゃないですか。え、ちょっと慎太郎と喋りたくて、うん、僕はさっきなんで入れちゃうって言ったのは、僕は結構エロちゃんは本当に一歩差だと思ってるんですよ。慎太郎は黒じゃないと思っていて、うん、そこにいたのはエロちゃんと慎太郎しかいなくて、慎太郎は僕のことを白く見てくれてると僕は思ってるから、まあ、わりかし印象はいいね。なんかインポスターだったら僕とエロちゃんどっちも怪しめばね、いいから、うん、あ、どっちかというと印象よりも容疑者、容疑ができたか否かはどうですか。慎太郎さんはプテハシさん、プテハシさんは慎太郎さん、僕の方が先にナビゲーションから出てコミュニケーションの方向かったんで、まあ、正直いや僕のが先に出てるから。そうだっけ。3人いて3人のうち俺が一番最後に出たって話です、ナビゲーは、うんうん、え、マジで先に僕が出て、慎太郎はだって僕はコミュニケーションいたぐらいの時にシールドから来てたから、シールドに来たでしょ。そうだっけ。これさ、プテハシさんと、プテハシさんとエラちゃんさんは同陣営ではなさそうなので、そうですね、じゃあペア、ここのペアがああいいと思います。それか僕がエロちゃんさんの人間ないことをずっと言ってるから、はい、いや危ないか。そしたらじゃあ僕つきます、阿部つきます。
なんか僕的にはこの結構人数がまだいるうちにインポスターだと結構濃度が高い人は釣るべきだと思うんですよ。とりあえずエロさん誰つきます？もう一回ハンスも返す。はい、すごい、ここでそんなに誰をします？余ってる方で僕押しちゃったんでリアクターとかで押します。やだよ、もうしょうがない。先端なんかワンチャンインなんかあそこで自分主張怖いんだよな。だって黒同士でついたらもう無敵じゃん。ああ、まあいいや、これやろう。1、2、3、4、5、6、7、8。あー！ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK！ 危ねえ！はい。はい。うん。はいはい。はい、じゃあ今回は、テレテレがいなかっていうのはもう不毛になっちゃうので、はい、全部置いといて、はい、インポスターのその濃度が高い人っていうのを選出していけばいいかなと思ってて。はい、うん、確かに。まずハンコが不可能の人から、レペジンさんの僕とアルトさんとアベレージさんはリアクターを直してるので無理です、うん、確か砂雨さんもリアクターの十字路にいるみたいな、はい、で僕は砂雨さんはテルテルも薄いと思ってて、で、待て、まあ、その、はい、真っ白の人とどうか、で、ゲンさんは、一緒に向かってるから多分違う、うんうんうん、逆流ですね。なるとエロちゃんさん、慎太郎さん、プテさん、うん、その一緒に向かってるっていうのはゲンさんも証明できるんですか、それって一緒っていうか、まあ、下方向ですけどね、はあはあ、リアクターになった時、逆方向に行ったというニュアンスだと思います、センターさんの発言は。じゃあ3人か、僕、エロちゃん、プテアシの3人か、とりあえずは。そうね、ごめん、ちょっと慎太郎視点的にはエロちゃんはどうなのか教えてほしいよ。いや、まあ怪しいけど、まあ別にテレテレもあるから、まあ、そんなにそうやんか。できるができるか否かみたいな。いや、まあ僕目線はなんかエロちゃん、テレテレ、プテハシ、インポスターとかあるから。ちなみにエロちゃんさんがテレテレだった場合は、センターさんが割とサイクロですね。露骨に嫌がったんで。うーん、そうだね。慎太郎視点で僕が黒あるのかちょっと意味が分かんなくて、うん、まあよく見てなかったと言われたらちょっともう何にも言えないんだけど、僕はだって先に出て下側に抜けてってシールドコミュニケーションって言ってる時に慎太郎はナビゲーションシールドコミュニケーションぐらいの順で、いやこれ俺の記憶力が弱いだけの可能性あるんだよな。そこを見た人がいないから怪しいって話じゃないですか。どうだけ黒あるって言うんだったら黒いなってことじゃない。そこ対立してんだったらペアでもいいんじゃないですか。てかエロちゃんさんが人じゃないんだったら、そうですね、誰かつきましょうよ。インポスターに僕が寄付させればいいんじゃないの。僕が一番いいんじゃない。センターさん、誰と？あ、僕とセンターさんってこと？僕とエロちゃんさん。でもその話しちゃったら逆にエロちゃん生かすプレイになっちゃうじゃないですか。そうエロちゃん、シンタ、センターン黒だったら嫌だから。あ、別つきます。じゃあ分かった、僕が組むわ。でもエロちゃん、インポスターエロ行きます。エロちゃんとプテアシさんでいいの？いいと思います。エロちゃんプテアシさんペアね。いや、それだったら僕とエロちゃんさんの方がいいと思うけどな。なにそれ、わかる。ボタン押さないですよ。いや、もう3人でいれば3人でいればな。3人でいないよ、3人。なんで阿部つくっつってんのに誰もさ、あ、じゃあ阿部さんお願いしますって言わないの？ねえ、なにこの信頼性。ひどい。もういいよ。これ助けやるもん、僕。ひどい。誰もさ、あ、じゃあアベリーさんついてもらいましょうかって言ってくんないんだもん。ひどくない？何その差別。もう今助けろ。うるさい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 。私はエレクトリカルをやるんだよ。砂ザメが右。早治るの。ちょっと今日ミスが多いな。よいしょ、エレクトリカルやってです。今プテハシさんとエロさんが一緒に行動中だよね。僕つくっつったのにな。まあ生きれるからいいか。最悪エロさんが黒だったらどうせ食われるし。で砂ザメさんが見てくれてる。お、なんか見つけたかな。そういうわけじゃない。あとメッドベイ、あ、停電か。多分これ僕が一番近いな。え？どっちだ今。プテハシさん。緑色？緑色でしょ？緑。あれ？プテハシさん。あれレポートなったけど、先言います僕が。はい、カフェテリアの方向の通路あたりで光ってどこか特定できなかったんですけど、はい、アドミン方向かと思って一回アドミン方向に進むんですが、うん、光るのが鳴り止んだので戻ってレポートって形です。はい、それ要するにどこってこと？アドミンのトの字の上かな、多分。アドミン、カフェテリアの中か、まあ、どっちかぐらいだと思う。アドミンのトの字の上って砂ザメさん一回通りましたよね。
そう、あのレポート光ったんでどこだどこだって探してて、アベレージさんなんでレポート、はい、僕下側いて光んなかったです、そもそも。いや、ぶっちゃけな話、アベレージさんが一番黒く見えた。あ、全然いいと思います、それで。はい、とりあえず俺エロちゃんさんの話聞くべきだと思うんだけど、ピアさん死んでくれたから。そうですね、ピアの話です。俺一番最後、シールズのタスクをやって停電してたんで、左向かってるところで誰か見えた気もしたけどね、足が。今シールズあたりいた人いません？シールズチェック、ね、コムの前とか。シールドコミューはコミューの前か、ストレージの前らへんに、はい、なんか足だけ見えた人いたんですよね。ちょっと暗かったから分かんなかった。最終位置ですか？そうっす。あ、もしかしたら僕ギリギリ行ってるかもしれないです。そうっすね、アベレージさんか。まあ分かんないですけど、俺目線だからそこに一人いたから、その人はできないか、まあその結構前にやられてるかどっちかじゃないですかって思ってますけど、このあ、てか待って、これ、よくよく考えたら僕目線ってエロちゃんほぼインポスター確定か。そうなんですよ。てか普通にピアが死んだから、そっか。じゃあピアが死んでる目線可能な人がもういないからだよね。まあ、まあ、センターさんとゲームさんどっちかなんか。ただちょっと一個だけ聞いてほしい話があって、はい、これセンターさんのセルフレポートは全く疑わない方向性でいいんですねっていう。まあ俺ずっちゃっても全然いいと思うんですけど、そこの可能性ってないですね。だからでもローラーはできないから、エロちゃんを釣って終わるったら終わるってなっちゃう感じになっちゃうんじゃないのこれもう。まあまあいいですけど、でもその場合6人になっちゃうから、6人になっちゃうから。うん、まあ、とりあえずエロさんはもう、あとアルトさんの話もしなきゃいけないから、まあまあ、もう1回だけ。あ、じゃあ僕ボタン押すわ。ボタン、はい、結構俺怪しい位置だろうし。あ、僕も押せるわ。僕押すわ。僕、あ、そう、先端か誰か潜伏してるか、手で直そう。いやー、てか見えなかったよね、こういう風にいたもん僕。本当に反応してない、え、反応してたかな、反応してたらマジで先輩なんだよ。まあいいか別にそれは。はい、はい、ふたやさん若干声張ってたから気をつけてください。あ、じゃあアルトさんですよね、最後の、アルトさんの最後の目撃は誰かありますでしょうか。見てません。見てません。見てない。見てないです。なんと全滅。セッターさんも見てないんですか。見てない。うん、見たっけ。いや、これでもてるてるが見たけど見てないって言ってる可能性もありますよね。そう、ある。うん、インポスターと一緒に行動したかもしれない。まあ、じゃあ、ね、アルトさんはもう一旦置いときます。もう推理しようがないっすよね。そうっすよね、確かに。あれ先端さん、私と、あ、でもペア組んでいいのかな。いや正直な、ちょっと先端さんのセリフを疑ってしまってて。いや僕もそれ思います。じゃあそれ、うん、でもいいんじゃないですか、砂澤さんと先端さんペアで。あのアベレージさんがレポート引かんなくって、いや、はい、それエロちゃんさんもオオカミ確定じゃないですか。いいと思います。うん、うん、まあそれいいと思います。実際釣れたし、うん、ただまあそこのだって僕エロちゃんさんとすれ違ってることを言って、まず一番最初にエロちゃんさんのあれを上げて、しかもアドミンの情報を O2 ウェポン一時って確認してて、さらにその上でエロちゃんさんとすれ違ってることを言って僕レポートしてるんですよ。もちろんもちろん、うん、もちろん、はい。 なので、まあ、そのペアでお互い白証明しましょうっていう、うん、ああ確かに素晴らしい。やたらペア組みたかってた感じあったもんな。だし、なんかそのじゃないと、なんかエロちゃんが相方でなんかてるてるっぽく見せてるラストウルフに見えちゃってるので、うんうんうん、僕は、はい、うん、まあいいか、まあペアでいいや。え、アベレージさん今日誰がペアですか、するんですか今日って。いや、スキップしました僕。いや、あ、だよね、今日はもう一郎連れてるだろうから、はい、うん、まあ、押し忘れが怖いんで押しました。あと2キルぐらいしてからラフトウルフ詰めとかの方が安全な気もしますよね。そうですね、まあ、もしかしたらそのオオカミがテレテレ食ってくるかもしれないし、うん、ああ、はい、それが一番いいですね。もちろん死体発見したらレポートでいいんです、うん、先言ったけどですけど、うん、僕2連セルフレポート追われてってことで認識 OK。 どっちかというと2回目のセルフレポートが上から来てるように見えちゃったっていう。あ、下から来ましたよ、原さんが証明した。でもセンターさんやけにエロさんと食いたがってたんだよな。しかも自分主体で組みたいって言ってたからちょっと怖いんだよな、そういう意味で。だから逆に言えばその確かに白なんかもしれないけど、でも安牌取りたいから組もうねって話だよね。いわゆるそのセンターさん目線がたとえ白だとしても僕ら目線は分かんないから、安牌取りたいから、じゃあ完全にその安全な地帯にいてくれっていう感じだと思う。あ、声入ってる、声入ってる、声入りました。はい、ごめんごめんごめん、はい、ごめんなさい、ちょっと無駄なことかもしれないけど、ちょっとあの議題を上げさせてください。はい、
2回目のセルフキルでセンターさんを疑った理由をちょっとちゃんと話してなかったなと思って、あ、いいと思います。はい、トの字がありますと、アドミンのあたり、はい、黒の、はい、で、私は地図を見てました。で、アベリージさんがなんかアドミンに入ってきた、下から入ってきたのかな、はい、下から入って、私はそれとすれ違いで出ていこうとしたらレポートが光ったんですよね。はいはいはい、何が起こったと思って一回そのまたアドミンに戻ったんですよ。はい、ただレポートが消えたから、あれどこだって言って、またトの字の中央あたりに戻ってたら、センターさんがブーって鳴らしたと。うん、で、はい、アベリージさんは、なんでレポート気がつかなかったのって言ったら、下方向に行きましたと。はい。うん、もう全部解決できるのは、ゲインさんとロアエンジン付近ですれ違ってるんで、全部否定できます。で、センターさんが下から来てレポート鳴ったって言うんだったら、アベリージさんがレポート鳴ら、光ってるはずなんで、そこがちょっと、その直前じゃない、僕アベリさん見てないから、うーん、だから、でしかもペアの殺害でしょこれ、だからでもそもそもなんか僕トリオって認識だったんですよね。なんか最後トリオになろうみたいなこと言ってて、トリオで動いてると僕は認識しました。うん、僕はもう離れました。で、理由があって、エロちゃんさんがインポスターの可能性がかなり高いと思ってたから。理由はテレテレだったらカフェテリアに残ってそこからリアクター行くっていうよりは、テレテレだったら真っ先にリアクター向かって釣られに来るはずだから。で、あとちょっとね、動いてたのよ、はい、エロちゃんさんがカフェテリアの前で。だからインポスターだなって思ってたから、3人だとインポスターだ、エロちゃんさんインポスターだって思われてたんでしたら釣ってよくないですか。そうですね、てかセンターさん逆になんで、まあ、いや、ペアで全部解決する。あ、了解です、了解です、うん、説明めんどくさいわ。ゲイさんはもうその、もしセンターさんがアドミニカした方向からっていうのは結構証明できるんですか。 あとね記憶が曖昧ですけど、まあ、あ、間違ってないんじゃないですか。佐々木さんさ、佐々木さん、はいはい、タスク全然進んでないです。結構進んでる？あんま進んでない。僕全然進んでないんだよね。だから今回話したかったんだけど、まあ社にか、ちょっと時間かけるんで、もう死体発見お願いします。うん、いや、ボタンいらん、ボタンいらん、死体発見お願いします。しっかりセンターさん白っぽいな、クソ白いな、それメッドベイってオーツやるか。あ、押し忘れてた。しょぼすけ勝さんが左側いたな。ゲンさんありえるけど、どうなんだろうな。そうそう、07909と OK。 アドミン、これがしょぼすけさんだな。しょぼすけ先端と2人でいてカフェテリア、 OKOKOK。はい、はい、まだ少しも狙えると思う段階なので押しておきます。現死ぬかもしれないんで。あとアドミン見てました。ボタン、待って、はい、ボタン押せてない人をしっかり、あ、それ言わない方がいい。あ、言わない方がいい。オッケーオッケー、任せます。そうですね。あ、そっか、噛みやすくなっちゃうのか。うん、うん、まあ、私はごめんなさい、結構助かってますね。僕はまあ7割ぐらい終わった。同じく、センターさんと砂染さんが O2 でセットで直されてるので、あと2、3個ぐらいにしています。うんうん、3個かな、はい、下直しました、阿部が。多分僕と砂染さんめちゃくちゃタスク終わるの遅いから、ペア交換します。そしたら、いや、もういいと思う、このままで。あ、了解です。いいと思うけど、うん、それに合わせた動きをしてもらわないといけなくて、ちょっと多分、リアクターとかナビゲーションにいるときリアクターとかなっても多分私は放置。そうそうそう、他の人が優先的に押していかないといけない。そうそうそう、了解です。じゃあ砂雨さんとセンターさん以外で直しに行った方がいいってことですよね。うん、まあもちろん近くにいたら行きますけど、うん、了解です。はい、なんか中途半端な位置だったらちょっと無視してしまうかもしれない、うん、でもなんかこの話を2人ともしてる感じ、両方とも白くらいですか。そうなんですよね。え、そう、そうでもないですね。ごめん、僕の勝手な思い込み、それ。まあ、新太郎さんその層は、僕への権威ですか。いや、まあどっちもあるけど、まあ別にこの2人が両白でもキルが起こったらね、隠し色になるんだから良くないと思って、うん、どっちもあるんだ。そんな焦る場面じゃないなって。僕はあったとしても、うん、砂染さんはないと、そんなないはずだけど。ああ、うん、どうしようか。まあ私はもう知るクルーですとしか言えないっていうですかな。じゃあ時間あります？他話すことないんだったら僕の話、はい、お願いします。はい、
まずエロちゃんさんがその、まあ、確かにかなり黒であったことは間違いないけど、はい、他視点でそのペアの作り方が結構難しいと思ってて、プテハスさんとエロちゃんさんの、うん、あ、まあいいか、まあ、ちょっと反省会で話そう。反省会行き。いやいや、勝ちましょう。勝ちましょう。勝ちましょう。勝てるでしょ、これは。ペアで。タスクでもいけるレベルだと思いますね、個人的に。僕、タスク終わったらペア交換するんで、多分。慎太郎さん急に黒くなったな。そうなるとやっぱペアって他の人が言わないとやっぱ怖いよね。どうしても僕ら目線になると、マジで視点変わると一気にその話のなんだろう、整合性とか変わるからな。ぶっちゃけセンタンさん白いのかもしんないけど、うーん、怖いんだよね。カメラ誰か見てる。停電した。で多分先端砂ザメが右の方いる。でアベレージが誰か直してくれたからストレージのゴミ箱行った。タスカとアドミンのこれで終わりだな。最終位置見とくか。アドミンでじゃん。シールドにストレージ1にアドミンで入ってきたゲンさん。慎太郎さんかなこれ。さあ慎太郎さんがいて、しょぼすけさんがいて、うわこれメッドベイで殺されたくないな。パパと終わらせよう。うわ停電きた。やだやだ怖い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 。逃げろ逃げろ。アベレージ、走るんだ走れ。何よりも早く駆け抜けるんだ今この瞬間を。よしいいぞアベレージ。砂ザメセンター、砂ザメセンター、砂ザメセンター。しょぼすけさんがアドミン入って、ゲンさんが左側。うわあ慎太郎さんくせー、慎太郎さんくせー。慎太郎さんがメッドベイ入って、これメッドベイ出てこなかったらもう慎太郎さんでいいや。出てこい慎太郎、慎太郎出てこい、慎太郎出てこい。あ出てこねえよこれ、メッドベイだわ。あっ、え、嘘。え、あ、大丈夫ですかね。はい。セキュリティのカメラの中です。カメラ あのセキュリティ前の十字路のところで門番してて、カメラのランプが消えたので何事やと思って見に行ったら死んでました。え、セキュリティの中、セキュリティのカメラの中、あのカメラを見れるところの中です、まさに。え、それってリアクターの向かい側のところ？そうです。マジ？なので、ベント使ってます、100%。あ、でもね、今まさに俺そこに強盗してたんで。はい。まあまあ、ペアは無理ですっていう感じで。あ、だからその2人白角だから。で、僕もアドミンとストレージあたりにずっと行ったんですけど、そこに。ゲンさんがすれ違ったの見てくれてると思うんですよね。ただちょっと時間が経ってるのかな。じゃあこれゲンさんのセリフぐらいしかなくね、僕目線。まあそうなるほぼ。でもゲンがセルフするメリットは1億パーないということを言っておきますこの状況で。いや俺がその、いや僕がセキュリティに入る、いや本当に僕今セキュリティに入りそうだったから、インポスター目線だったら多分僕のこと見えてるから、それ見てセレフしたんじゃないかなと思ってます。じゃあ先端さんと砂ザメさんにお聞きします。私がずっと十字路に棒立ちになってたことはお見かけしてますよね。まあちょっとタスク画面で、まあ、要素にはならない。はい、ならない。マジか。あのゲンさんでも実際エレクトリカルにもいたんですよね。ゲンさん僕電気つけて、いや今のショボスケさんのキルもかったな。はい、でもその後私出て、砂ザメさんと先端さんをずっとストーカーしてました。はい、だからあの先端さんがリアクターに入った時も私ずっとその中からお二人が出てくるのを待ってました。あ、これ一個質問なんですけど、ゲンさん目線ってしょぼすけさんが反抗できたと思います？はい、それがわからないです。私の目線がしょぼすけさん、慎太郎さんほぼ同一です。あ、そうなの。はい、でもなんかしょぼすけさんは慎太郎さんじゃなくて、ただ僕はゲンさんに見られてる、見てくれてますよね。これ待って、今日どうするか先に、まあ、ペア組む？このまま続けてもいいですか？まだ僕ペア解消した、僕たちのペアは解散でいいですか？あ、それでいい、それでいい、はい、いいと思います。はい、でそれ以外で組む、どうする？うん、あ、で私タスク終わったんで先端さんに行く。じゃあ私慎太郎さんと組みます。
え、それやばしょぼすけさんじゃないの？なんあ、じゃあ、砂亀しょぼすけさん。しょぼすけさんとゲンさんじゃない。僕もとゲンさん。あ、それありがてー。それでありがてー。で、3キロもありえるんで、あの、死体発見意識最優先で。では、しょぼすけさん、早速優先してください。私終わってるんで。はい、了解です。さあ、面白くなってきました。いやー、なるほどね。まあ、よく思うけど、この村って人の意見を無視して自分の意見を押し通す人多いよね。いや、まあ、それがなんか人狼的だね。そうですね。人狼の人間はみんなそうですよ。まあ、みんなそうなんですけど。まあ、原産の、原産一の発言聞いてあげてもいいよねってちょっと思うときあるよ。いや、でも、なんでもないっす。いや、気持ちわかるんですけどね、めちゃくちゃ。まあ、でもやっぱいろんな層がいますからね、カジュアル寄りの人、パッションとかパワータイプ、うん、まあ、いろいろ、いろいろですね、いろいろ置いて、うん、やっぱ相性みたいなのもあると思うんですよね。そうですね、うん、あと目線変わったらやっぱ怪しい人全然変わりますしね、うん、まあ、そうですね、ほんとそうです、うん、やっぱバランスも大事かなっていう。あ、まあ、いいタイミングでやられましたね。ガチ勢を半数以上入れると、うん、はいはい。まあ、なぜ押したかっていうと、うん、タスクが終わったんですよ僕。はいはい。だからまあ無駄だったら申し訳ないけど押しました。うん、うん、まあこれはもう死体発見してもタスクやるぐらいの方がいいような気もしてきました、うん、あとタスク終わってない人って誰？ゲンさんも終わったって言いましたよね。はい、僕だけだと思う。ナビゲーション1個やれば。ああ、そうさんとセンターさん、はい、はい。で、ゲンさんが僕たちにつく心理が全然わからなかったんですよ、昨日の時点で。割と、ね、あの他の意見としてはなんか両白あるんじゃねっていう流れだったにもかかわらず、源、うん、はいはい、さんが僕たちを見張ってるっていう状況が分かんなくて、あ、じゃあ説明します。砂亀さんとセンターさんを私が追いかけていた理由は、私もうタスク終わってたんです、あの時点で。なので私が死ぬメリットはクルー目線ないと思ったので、両白と思われるお二人につくことが最も安全だと考えました。素晴らしい。ああ、死なないためにってこと？そうです。まあ、源さんをキルしづらい位置に自ら置くためにってことですよね。ね、ちょっと一回じゃあ権限外します。あれでもあとセンターさんだけだったらいけるかな。ちょぼすけさんとセンターさんが1個2個ずつぐらいかな。あれさんだと思う、ラストウルフは。え、ちょぼすけさんもタスク残ってるんですか？僕はなんかナビゲーションで1個やれば。ああナビゲーション、はい、タスク勝ちでいけると思いますよ、これ普通に、うん、そうですね、うん、おー、これはもうペア組む必要はあるのか、どうなんだ。ただまだこの中にテルテルが生き残ってた場合っていうところは、でも大丈夫なのか。でもそれでもテルテルが生き残ってるのでタスク勝利を目指しましょう。あ、そう、ね、確かに、はい、素晴らしい。今あ、はい、ペアなしで、ペアは一応ちょぼすけさんの動きますが、サボ出しになったら私はサボ優先でっていう感じで。いや、動かない方がいいと思う。むしろゲンさんが、あの面倒な位置っていうか、なんか隠されやすい中心な時に困るから。あ、じゃあ俺ゲンさんについていく。笑ったら、うん、俺多分殺されないだろうし。いや、もう全部崩してタスク勝利が一番いいと思います、うん、あ、そうだ。じゃあ3キルしなきゃいけないから。そうか、サボタージュ直すの優先か。だから他の人はサボタージュ直すのと死体発見。素晴らしい。はい、いや、死体発見ももうしない方がいいのか、もはや。うん、普通にタスクで終わりでしょ。タスク再生でいきます。タスク頑張ってください。さあ、どうなるんだろうか。先端が左側か。さあ、どこ行った？先端どこ行ったんだ？先端？あ、いたリアクターか。それかー、ラスト。それは長いぞ。先端大丈夫か？間に合うのか。先端間に合うのか？リアクターの最終、おっと、それが終わった。どうやら途中まで終わらせていたようだ。さあ、最後残りの数値ポチポチ。さあ、1から10までの数字を押していく。さあ、押し終わった。先端押し終わりました。その後は上側にいてどうする。これはメッドベイですかね。おっと、メッドベイも通り過ぎた。意外ですね、メッドベイをここで通り過ぎるの。ん？はい、はい、ん？あれ、ゲ、え？スキップ入れます、僕。僕が殺しました。スキップ入れます。え、どういうこと？スキップ入れて、僕あと1個なんで。はい、スキップ入れて、あと1個分のタスクなんで。あ、しょぼすけさん、僕が殺したんですよ、これ、本当に。すげえ混乱しちゃった、今。え、ちなみに場所どこ？どこで殺しました？僕は今、エレクトリカルで殺しました。はあ、はあ、自分で殺しました。殺したと。はい、僕がインポスターです。
スキップ入れます。何も考えずにスキップの僕のタスクで終わりです。いや僕が殺しました。本当に。何それ。とりあえず砂鍋さんと僕はもう隠し城なんですよね。一緒にいたんでずっと。あ、そうですね。正直慎太郎さんに追いかけられてる感が。いや僕が殺してるんですよ本当に。そうですね。まあだから慎太郎さんは。ください。結果的には白くなりました。センターさんこれスキップ大丈夫？スキップしても。あもう絶対大丈夫。だって60秒かかるから。であと1個分だったら。いや本当なんですって。ナビゲーションの前で。はい。なんで。でもまあそこ2人隠しろなら素直に、はい、いや僕も来るだと思うけど意味があんまりないので、はい、なのでじゃあ最後は私がセンターさんの仕事を見届けてじゃあいやいいのかもういやマジで僕が殺してるんです対策してほしいですどっちかというと O2 とリアクターの対策してほしいですあどっちかというと2人は、ね、まあまあまあ了解しました、うん、じゃあスキップで多分これでいいはず。わかんねえな、これ。これマジでよ。でも、シンシカサイって本当に殺してるんですよ。いや、本当に殺してるんだと思います。うんまあ、本当に殺してるんだと。うん、なんで疑いちのゲンさん殺そうと思ったんですか、うん、まあまあ、それ、いや、一旦スキップで。もうそこにいるのがゲンさんしかなかったから。シンタロさん、耳を貸しちゃダメです。ちょっと悪魔のささやき。誘惑されるって。でも、なんで今釣っちゃダメなんだろう。そうすれば普通にゲーム終わんのに。まあ普通にタスクで終わるからいいか。さあセンターさん残りタスクは一つ。さあどこにあるのでしょうか。私の予想ではウェポンのスイッチを押すことで終わるかと思われます。さあ下にいた。おっとウェポンは通り過ぎていった。じゃあここはどこに行くんだ。ナビゲーションだ。まさかのナビゲーションの配電盤をやっていく。配電盤通してゴールイン。ナイスー。 GGGG だったろ。あれはしょぼすけさんじゃない。しょぼすけさんです。僕とエロちゃんですね。インポスターね。はい。てるてるちゃんは。てるちゃんは俺ちょっといいっすか。俺てるてる人狼で。あーてるちゃんが分かってたのか。そうですごいあのセンターさんとすれ違った時あやべえな終わったなと思ったんだけどなんか釣られたい自分みたいなのも生まれてきちゃってなんかよくわかんない気持ちになっちゃった途中、うん、納得だな。めちゃくちゃ、うん、でも最初のそのセンターさんがエロちゃん見つけた時点で本来だったらいつものルールだったらちょ黒目だから釣ったりするじゃないですか。即釣りだと思う、うん、でもテルテルのせいでもそのことだけで俺しか知ってないのに、うん、もう何回も何回も会議して、うんうん、そうですね。でもなんかでももうちょっと早く俺殺した作戦すればよかったな。ああ、あれいけたらあれワンチャンあるんじゃないかなと思ったんですけど。あれ遅かったでも面白いっすね。どうだろう。テルテルは俺が殺したなんて絶対に言わないから。確かに。それもうインポスターだよなってなっちゃうような気持ちますけど、ね。でもそれを知った上でそれもするかもしれないじゃん。ああ、逆の逆の逆みたいな。読み合いですからね。読み合いか。エロちゃん、私が一回インポスターが脅迫したときに特に反応がなセンター災害からなかったのでほぼほぼエロちゃんさん黒じゃないかなっていうのがあったんですけど、うんうん、あれ面白かったっすね。でもあの場面ってどうしたらいいんですかね。僕は結構自主点は釣りたかったからもう僕は言えちゃったけど、あ釣っていいと思いますよ。なんか、うん、ちょっと考え方ですけどね、うんうんうん、いやそれはプテハシさん視点ねちょいろいろ考えたんだよな。でもさっきでも結構だってエロちゃんあげたの先端だし、そうだからでもそんな構うって思ったけどな。なんか僕のあの思考の転換としてはやっぱテレテレの可能性もあるし、まあ怖いな。し、うん、ジャスさんと慎太郎さんとかその辺も容疑者だから一応、うん、するのはリスクしかないと思ってたけど、確かにプテハスさんの言う通り狼が濃い位置ずっと置くっていうのはそう納得できたから、うん、その次にあ納得できたと思って黒い濃度のところを上げていこうって話してたんですけど、うん、なるほどね。あれちなみにアドミンはどこで死んでたんですか。あのその都の字の通路は。はい。アドミンじゃないっすね。カフェテリア入り口だったかな。そう。ベントの横っすね、カフェテリアの。はあ。ああ、なるほど。いやカフェテリア入り口っすよ、エロちゃんさん。あ、そうでしたっけ。なんか俺がベント。都の字の真ん中ぐらいでレポート光ったので。死体2つありましたよね、その時。あ、アルドさんはどこで。僕、ナビゲーションです。あれナビゲーションか。僕はあのしょぼすけさんと2人で O2 直しててそのままナビゲーション行ったら殺されました。ああ確かにあの時そう右に O2 直した人いたわ確か。ああなはい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 。でアベレージさんもセンターさんも下から来てたのかあの時は。いや恥ずかしくなってきた。俺が殺したって言ったの。いや面白かったです。面白かった。いやでもあれもう言うしょうがないですよ。言うしかない。そう揺さぶりですよ、ね。トイレ行ってきます。